村中心部天竜村は長野県下稲郡に属する村。長野県の南端部にある。長野県の南端部にあり、村の南側は愛知県と静岡県に接している。東西ロ1 4トル南北に9 9トルの不整形をなし、東に熊伏山を最高峰にして C が8 0 0ル級の山に囲まれた面積108.9平方キロメートルの 純山村である。村の中央を天竜川が南流しており、その支流が作る V 字渓谷の中に集落が点在する。長野県で最も温暖な土地であり、いち早く梅や桜が開花することから、新州に春を告げる村をキャッチフレーズとしており、年層雨量が2200ミ、mm、リメートルを超えるやや宴会型に近い気候となっている。しかし、天竜川から離れるに従って、 標高差からの温度変化は目立ち、自然植生に近い環境からも多種類の植物に恵まれている。また、仏法相当の飛来繁殖地でもあり、イノシシなどの哺乳動物の生息種類も多く、豊かな自然に恵まれている。地形は中央構造線の西側にあり、ほとんどが急瞬であり、両桁体の加工編、磨く岩質と編成岩体が分布している。 高度経済成長以降、林業の長期調落が原因で深刻な過疎化が進んでいる。買い物は飯田市へ出かける住民が多いが、片道1時間程度の時間を要する。小さな村ではあるが、村内に飯田線の駅が5つある。村内には信号機が1つも設置されていない。天竜村では少子高齢化が深刻な問題となっている。 2018年1月1日時点の人口動態調査によると65歳以上の割合は60.19%だった。これは群馬県南木村に次いで全国の自治体で2番目に高く老年人口比率が50%を超える限界自治体である。天竜村最高峰の熊伏山山地、編集主な山地河川、編集主な河川故障。 編集主なダム湖長野県愛知県静岡県平岡ダムや佐久間ダムの完成により変貌を遂げた天竜川のかつての姿を忍んで命名された。なお、1889年から1940年には静岡県岩田郡に同名の天竜村が存在した。天竜村診療所平岡郵便局天竜村文化センターなんでも館本部駐在所もな。 郵便局天竜村立天竜、中学校天竜村立天竜小学校私立、村立市立村立シ立平岡駅中心駅は、村役場に近い平岡駅、東海旅客鉄道 CDE 打線、中井侍駅、伊賀尾沢駅、クイス駅、平岡駅からためくり駅路線バス、天竜村村営バス国道剣道、上信の滝尾もな G おもな旧石長野剣道1号、 飯田と山作間線、羽衣先端付近は、天竜王組川国定公園内に位置し、平岡ダム湖、飯田線が望める長野県で一番早く開花する、桜長野県で一番早く開花する、染吉のシノユズベシテイザ1月に行われる、国指定の重要無形民族文化財2月に開催される、駅伝大会旧歴3月に開催される方策を、 祈願する祭り国の選択向け民族文化財、毎年8月15日に行われる夏祭り9月中旬から10月上旬に開催される明け日の収穫体験10月に行われる天竜村指定民族文化財11月に行われる中井侍地区の祭り主な特産品。ありがとうございます。